こんにちは、佐々木です。本日はメルカリコノハさんの個人事業主や中小企業の方へ朗報です。個人事業主で100万円、中小企業で200万給付されます。その内容とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちら給付金ですね、突然昨日決まりました。ぜひね、その内容を説明させていただきます。はい。こちらですね。経済通産省から出ました。で、これですね、実質にまだ決まっていなくて、大まかですね、こちらの説明させていただきます。はい。で、無利子無担保、最大5年間ですね。これ一切ですね、利子一切いただかないですね。で、これがですね、非常に面白いのですね、特に厳しい方、もう実質、ただです。ただでお金を給付金もらえるようです。はい。条件なんですけど、個人事業主フリーランスですね。まあ、中堅中小企業。で、納税ですね。してる方のみですね。のみです。はい。で、利用条件なんですけど、2019年、去年よりもですね、今現時点ですね、売上 50% 減少した月ですね、を計算してやるようなので、そのね、詳しい、ね、計算方法とかね、と、まだですね、出ていないので、出ましたら即ね、動画の方でね、こちらの方で速報でね、まあ、お伝えさせていただきます。ぜひ楽しみにしていただければいいかと思います。あとですね、こちらの方ですね、大まかにこちらの経済通産省が出てますので、まあ、電話ですね、私これしてみたんですけど、繋がらないんですよ。で、電話鳴っていてもですね、ウイルスのようですね、なので出てこないですので、できれば平日がいいかと思います。まあ、ぜひね、こちらの方ですね、リンクの載せておきますので、ぜひね、参考に見ていただければいいかと思います。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、ゼロエンテイマーコミュニティですね、無料でお金を稼ぐ方、情報をぜひね、紹介させていただきます。はい。あとですね、悩み、質問ですね、ありましたら、LINE アット登録後にね、よろしくお願いします。ぜひね、回答させていただきます。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。